皆さんこんにちは、おチャンネルです。よろしくお願いします。今回はおすすめのせんべいをご紹介したいと思います。突然なんですけども、やめられない止まらないといえば何を思い浮かべますかって。今ね、でもこのフレーズで CM やってないのかな。あのやめられない止まらないっていうとカッパエビセンなんですよ。あのカルビーのね、カッパエビセンの CM ソングでおなじみなんですけども、同じようにやめられない止まらないお菓子を今日はご紹介したいと思います。でそれがですね、2種類あるんですけども、こちらです。じゃん。はい、これ両方とも亀田製菓の商品です。カルビーではないんですね。亀田製菓の商品で、左が無限海苔、右が無限エビというね、無限シリーズの、せんべいになります。で、私この商品は実はですね、最近知りました。で、どこで知ったかっていうと、東京駅で知りました。なんでかっていうとですね、あの東京駅の八重洲の地下街に、東京お菓子ランドっていうところがあります。で、そこはですね、この亀田製菓と、あと森永製菓、そしてカルビー、そしてグリコの4つのですね、公式ショップがあるんですね。で、あのいろんなね、お土産売っているんですけども、その中、亀田製菓のところに私行った時にですね、いろんなところ見たんですね。で、亀田製菓っていうと柿の種とかね、ハッピーターンとか有名ですけども、それと一緒にですね、この無限シリーズのせんべいが売ってたんですね。で、私これせんべい初めて知ったので、どんなのかななんて思ってですね、とりあえずこの2つ1種類ずつ買って食べてみたんですよ。そしたらですね本当に美味しい確かに無限っていう、本当に無限です。やめられない止まらない、本当にその名の通りで、もうこの海苔味もあのエビ味もね、どっちも本当に美味しいんですよ。で、あの私基本的に、ね、せんべいはあの醤油せんべいよりもサラダせんべい、あの塩味のせんべいの方が私は好きなんですね。で、このせんべいも塩味なんですよ。で、塩味の中に、その海苔とエビのね、パウダーが入っているわけなんですけども、このね、塩加減がもう絶妙にいいんですね。いや、ほんとこれね、ほんとにあのやめられない止まらないっていう、カルビーじゃないけどね、亀田製菓のこのせんべいではね、すごく私これハマりました。おすすめです。せっかくなので、ちょっと中身に開けたのをお見せしたいと思うんですけども、今回は海苔の方をね、ご紹介します。こんな感じでね、袖ずつね、小分けで袋に入ってるんですけども、でもね、結構ね、何枚入ってるかな、結構ね、もう20枚ぐらいたくさん入ってるのでね、みんなでね、シェアするのにもいいんじゃないかななんて思います。ちなみにエビの方は、の中がちょっとピンク色、エビのような色になってました。じゃあせっかくなのでね、開けたので食べてみたいと思います。こんな感じです。なんかね、食感はね、あの天満屋の歌舞伎揚げありますよね、あんな感じのせんべいに似ていますね。じゃあいただきます。おいしい。もうほんとおいしい。はい、というわけで食べたくなるんだけど、とりあえずまだ動画を撮ってるので、動画を撮り終わったら続きを食べたいと思います。改めまして、今回はこちらですね、亀田製菓の、このせんべいなんですけども、この無限海苔と無限エビご紹介させていただきました。本当にね、今日は海苔食べましたけど、このエビも美味しいので、どちらのせんべいもあのすごくおすすめしたいと思います。というわけで、今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではバイバーイ。この度 YouTube PR 用の Twitter アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。